げえ、確実にコーナーの脱出速度は上がってる。 FC のパワーを落とした理由はもう一つある。パワーを生かして直線でぶち抜いた、あの86に勝ったとは言えない。それじゃ俺は満足できない。テクニックにはテクニックだ。ドリフトにはドリフトで勝つ。こんな気分にさせられる相手に出会えたことが嬉しいぜ。今の俺はレッドサンズの高橋涼介じゃない。